フリーさんにやってきました。こちらはですね、株式会社テンガさんが、まあ、就労支援の B 型として開業した施設になります。最初から90分で中でしょ、ここに一緒に共同、運命の共同作業これ、私が印刷したやつはプレゼントしていただけるそうです。こんな感じでした。おー、こうです。あ、本当だ。かなり吸いますよね。すごいすごい、はい、へー。でこちら2つ部屋があるんですけど、はい、主にパソコンの、まあ、リペアをしてまして、特にこちらの部屋では、リペアパソコンを使って e スポーツの今あの大会というか、これフォートナイトという、うん、あの対戦型のゲームなんですけど、はい、4人チームですね。今4つパソコンがあるんですけど、4人でチームを作って4人対96人で対戦して勝ち残ったら、うん、まあ、勝ち取ります。でこれは世界大会も行われているので、今大会に出られるぐらいちょっと練習をしていると、今ここに出るようになっていますので、うん、ここで見てる人はこの e スポーツがどういう感じで今勝ち残っていくのかを観戦できるような具合で作ってます。プレイヤーさんが、はい、ここでやってる、そのプレイヤーさん自体がその就労支援として成り立っているんですね。そうですね。ゲームって仕事になるのっていうよく話を聞くんですけど、このゲームを通してパソコンの知識がどん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 深まっていくんですね。なぜかっていうと、ゲームもどんどん進化しているので、パソコンも変えていかないといけないんですよ。その変えるのも皆さんがやっていくので、そこでどん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 、まあ、知識がついていくという感じですね。で、こちらは、まあ、ゲームではなくて、はい、まあ、通常のよく人ですから、ワード、エクセル、パワーポイントの勉強をしたり、あと音楽を使って作詞作曲をしたり、あとパソコンを使ってラストの勉強をしたり、あの使えなくなったパソコンの部品は分解して、いわゆるそのパーツとして販売したりとか、金属業者さんに売って、あの工賃を稼ぐということも、まあ、資源の無駄にしないということですね。手に麻痺があるから、ちょっと乗せてもよろしいですか。はい、大丈夫です。こういうマウスの難しいクリックとかできないじゃないですか。うん、これはマウスの代わりにここに USB で、うん、パソコンとか iPad もつなげられるんですけど、はいはい、これを動かすとマウスが動くんですね。でこれを押すとクリックとかダブルクリックの代わりになるので、こういったものの、まあ、組み立てなんかも、すごい、すごい、まあ、こういったものは特別支援学校の生徒さんとか、はい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 、授業で使うことができるんですけど、なかなか売ってないんですよね。そうです。だからここでそういった特殊なこともお仕事にしてるというところです。すごい。これ実はペタペタになってまして、はい、まあ、靴とか、まあ、こういったものローラーの汚れを取るシートですね。本来はこんな風に着替えてエアブローの空間を通って中に入ってきます。ここでは天下の、外側フィルムを、巻き付ける作業っていうのを行っていまして、で手はもともとこういう白いホワイトボディ言われるものにこのフィルムをかぶせて熱で収縮させて巻き付ける作業をここでは行っている感じです。はい。はい。実際ちょっとやってみていただいて。これこれ。やってみて。上のシールの、はい、矢印みたいになってる部分がこの場所に来るように、まあフィルムで言ったらこの位置なんです。ここにここはしっかり来るように合わせてもらって通す機械を通すという。地味に難しい。そうですね、ちょっとこれでちょっとずれてる。そうか、そうですね、ここをちょっと合わせて、そうすると、
これ巻きついてるんで分かりにくいかもしれないですけど、ここどうする、この太陽みたいな光のここの先のあたりにここは振りを、そこをちょっとこう合わせていただいて、でこれが正解ですよね。はい、この位置はこれはちょっと一回ここに置くんですけど、ここで空間を作らなきゃいけない。ここに置いてもらって、そうこの下の端子のここをこう、あ、そうそうそう、置いてあげる。はい、難しい。これでちゃんと返品をしてってことですね。はい、ここで返品していただいて、ワインがあるの。あ、どうですか。あ、上向いてください。え、ぴったり大丈夫。この日本と一緒。あ、はい、綺麗に。を買うと全国の障害者施設に100円が寄付されます。普通のテンガ買いにくいなって思う方はぜひエイブルテンガ買ってみてください。じゃあ誰が、あ、ほらやった綺麗に飾ってあげます。ありがとうございます。はい、じゃあ今から、カフェ店員の職業体験ということで、ホールの担当をやってみようと思います。実際にお客さんに提供していきたいと思います。すいません、ご注文いいですか。ホットケーキとパイとバスクチーズケーキをお願いします。はい、ありがとうございます。チーズケーキになります。じゃあ元気な、はい、お願いします。ありがとうございます。これフォークが手前、お客様の方。そうです、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。お待たせしました。はい、バスクチーズケーキとコーヒーになります。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。カフェ店員体験やってみました。今もあの車椅子の人でも、まあ、障害がある人でもカフェ店員さんも募集しているので、ぜひカフェ店員やりたいとか、ワンちゃん好きですっていう人はこちらまで、概要欄にも貼っておくのでお問い合わせしてみてください。美味しいご飯も食べれます。カフェご飯いただくんですけど、今回はルーローハンにしてみました。ルーローハン食べれるってすごくないですか。ということで美味しそうです。バスチーもめちゃくちゃ美味しかった。はい、はい、じゃあということで工場見学ありがとう、工場見学、施設見学ありがとうございました。はい、はい、このエイビルファクトリーさんでは、さっき私がやったカフェ店員さんも募集してますし、他にシルクスクリーンであったり、その天下のそのラブフィルムの、あ、そうですね、シュリンクであったり、はい、あとそのパソコンの修理とかリペア作業とか、あとは e スポーツ、はい、のもういろんなジャンルの方々、障害がある方々、まだまだ募集していらっしゃるんですよね。そうなんです。まだまだいっぱい枠がありますので、はい、たくさんの方に来ていただけたらなと思っております、はい、とっても楽しくお仕事ができると思うので、皆さんぜひこちらで働いてみてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと最後のご挨拶があるんですけど、はい、ではこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。